はい、皆さんこんにちは、チェでございます。スカイリムですね、やっていきたいと思います。なんかね、強そうなのいいんだよね。あれとやるんだろうね、これね。近寄れるのかな。うわ、なんかこれダメなんだろう、多分。あら、あ、そっか、こっ、あ、そっち違ったあら、こっちだね。あら、なんで、せっかくショートカットつけたのにね。うっす、うわぁ、なんもならないや。暗視を消しましょう。じゃあ、あれだね、あの人やっつけたらなんか進捗あるんだね死なないことだけを祈りましょう。さあ、もうね、あ、じゃなくて消音じゃなくて激光って聞くのかな。聞かないね、よろしく。もうお前に、あなた死体なの。強いね、リリアさん。ああ、これで来んだろう。てか、もう来てる。あら、ダメね。どこにいんだ、どこに。おう、おう、リリアさんが行ってる。追っかけていかないとね。うわ、なんかいる。はいはい、のろけ。あー、なんか、おお、いた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 、一気に食らってる。頑張れるかい、リリアさん。なんかすごいの出てるけど。お、いってるね、リリアさん、頑張れ。治癒の呪文、やばいね。よし、頑張ってください。うわっと、おっと、大丈夫かい、リリアさん。あ、もう私が魔法がない。せっかくだから使っちゃいましょうか。あら、薬ね。回復ちょっと使っちゃいましょう。で、あら、ららららららら、あら、あ、あら、あ、これね、魔術の薬ね。少女は全然マジかバケモンだからね、ある種私ね。よいしょよいしょ、うわ、全然上えない。はい、やっかいしょ。はい、リリアさん。お、倒した。いや、倒してないね、下に落ちたんだ。ただじゃ置かないわ。はい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 、もう回復任して。あ、あれだな。え、どこ行くんだ、リリアさん。勝てると思ったら大間違いよ。律儀に守っていくんだね、階段。あなたの資産は、やつだね。あ、なんか挟まってるみたい。勝ったリリアさんがねあ、で、あ、マグナスの杖で、ゴールド、骨の子、もろけ。あ、これ顔ね。マジかの回復が 100% 早くなる。これヘルメットになるのかな。さあ、取りましたよ。で、どうすんの私次。あ、トルフデュルのところに戻るね。ちょっと待ってね。僕ね、多分ね、あ、アミュレットじゃなくてサークレット、60ポイント増加する。モロケイ、これ軽装だよね、重装じゃないよね。こういうのはね、なんか8つぐらいあるんですよ。8つか9つあってね、中には重装のやつがあるんで。いやー、回復が 100% 早い方がいいよね。私マジかお化けだから、もうマジかそんなに増やさなくてもいいんだよね、実はね。ちなみにどれぐらい、今400は超えてないのかな。
あ、切ったんだね、60減ったから。それでも350あるからね。それだったら回復の方がいいかもしれない。あ、リリアさんお疲れ様。あ、早く回復してる気がする。気のせいかもしれないけどね。おっと、何？なんかある？なんもないね。あ、いやいや、なんとかなりましたね。なるもんでしたね。ん？何？気のせい？気のせいかな。あ、おや、宝箱あったよ。鉄の両手は入れません。アンデートペインの巻物。ああ、大したことないね。大したことなかった。こっちは？こっちはないか。あ、なんか今。ああ、窒息する。なんか今あったね。あ、これモロケイさんか。ああ、水の中に住んだ。これ何だったの？あ、これは2つ分離してるのか。で、富士壺。さあ、じゃあ帰りましょうか。もう帰り的いないでしょ。てか、近道ないのかな、ショートカットのね。大抵あんだけど。あ、でもなさそうだね。とりあえずトリュフドゥルのおっちゃんとこ戻りましょうか。あ、そうだ。あ、これ見たね。よいしょ。ちなみに、あら？あ、こっちから上がれないのね。あら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 、ちょっと待ってね。あ、いや、リディアさん途中から律儀に上がってたからここだね。よいしょ。で、なんかあんだ。おお、宝箱がある。とあ、届くわ。ちょっと反則だけどね。あ、ゴールドか。あっちに何かあるよ。これはいけないのかい。よいしょ。こっちは、こっち何もないの。あ、何もないね。あれ何なんだろう。あれ行けないのかい。行けないの。ないのかい。ん、なんか書いてる。なんか書いてっぽいんだけど、違うのか。なんかあれない、スイッチないね。あらあら、なんか見えんだけどね。こっちから行けたりはしないのかな。あ、この中だよね。なんか行けないかい。あ、行ける行ける。あ、こっちから行ける。宝箱あるわ。全然気づかなかった。これも取ったんだね、秋ね。わあ、いっぱいある。なわけないか、デスベルだけか。色が鮮やかだったからね。で、うわ、盾いらない。あー、壁水晶の剣はまあまあ。メイスを狩猟弓、あ、売りましょう。ガールド吸血、あ、清潔の杖。アンテートが30秒間逃走する。ルビーの銀の腕は、あ、重さまだ大丈夫なのね。あ、でももうギリギリだわ。一回ホワイトラン寄りましょうか。さあね。で、あとマグナスの杖って何なんだろい。マジカを1秒あたり20吸収する。対象にマジカがなければ代わりに体力を吸収。すごいなあ。さあ、よいしょ。一応温水でね。友よ、すまない。心から謝罪する。ほう、他に選択肢はなかった。あの化け物が絶対に逃げ出せないようにするにはあれしかなかったんだ。約束しよう、こんなことは二度と起こさせない。この場所を封印するのだ。お、サボさんね。ああ、あ、話せない。ああ、まあサボさんだけが生き残ったのかな。で、あの魅了された魔術師っていうのは一緒に行った同行者な気がしますね。あ、ほんで缶抜き外して、で、開けてショートカットかな。よいしょ。あ、そんな感じだね。よいしょ。明るさがね。あ、なんかこれはこれ出れないよね。もうでも外が見える。
よいしょ。で、これ開けて終わりだね、きっと。はい、早くサボさんとか行かなければ。よいしょ。お、誰？え？ちょっと待ってね。敵があるかないかをちょっと判断しましょう。あ、敵ないわ。はい。あなた、ん？ひょっとしてあいつ？アンカノ？だわ。あそこから生きて戻ってきたか。アンカノの言った通り、お前は危険な存在だ。悪いが、その杖は渡してもらおう。アンカノがそれを安全に保管したがっている。それと、お前には死んでもらいたいようだ。個人的な恨みはないがな。わかりやすいね。邪魔をするな。バカめ、勝ち目はないぞ。ここに来るべきじゃなかった。あ、違う。いきなりなんかギャーって言ってるけど。リリアさん、リリアさん、はいはい。あ、ガンガン行っちゃって。もうリリアさん、治癒の呪文。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。あーっと、私の体力がまずい。あ、なんかもう降参みたいだけど、違う。おっとっとっと。あっ、あー、なんかおもろひろかったからいいんだけど、とどめ刺された後に「あー」言ってたね。向こうも大変だったんだ。あー、そうか、あのままリリアさんに突撃させたらよかったんだね。え、こっからこんな巻き戻っちゃったかい。はい、デスベル。いやー、また同じことしないといけないのね。でも、もう死んだ私が言うのもなんだけど、痛そうだったね。あー言ってましたもんね。なんか、ちょっと同情しちゃうわ。ほんとリディアさん、手が早いかね。壁水晶も一緒ね。メイスはなしのゴールド。はい。あ、そうか、この杖使ってみてもいいのか。でもね、この杖正直使いたくないんですよね、スキル上がんないから。となるとよ。あ、間違えちゃった。ブス。よし、こいつでいっちゃおう。で、何か取り忘れあったっけ。なかったね。あ、ほんでサボさんが話すんだ。あれ、サボさん話さない。あれ、サボさんもう話は終わったの。あれ。話してくれたよね、ここでサボさんがね。あ、もうあれは聞いたことになってんのかい。まあいいか。はいはい、缶抜き開けちゃうわよと。よいしょ。ほんでここでやつ出てくんだね。お、はい。あ、で上だったね。あ、そうだそうだ、ここだ。はい、開けて、ほら出てくんだ。はい、開いて。あそこから生きて戻ってきたか。飛ばしますね。悪いが、その個人的な恨みはないがな。これ争うつもりはないしはどうなんだろうね。そうは見えないな。結局一緒か。ここに来るべきだ。うっしゃー、行っちゃって行っちゃって行っちゃって。わあ、痛い。相変わらず痛いな。これ両手持ちでしよう。力呼びたくない。もういいだろ。もういいだろ。ああそうね、私が来たの間違いだったんだね、さっきのね。リリアさんの邪魔したんだね。フード付きのサルモールのローブ、サルモールなんですよね。破壊で魔力が 12% 低下する。破壊呪文の消費まで大したことないんですよね。で、ブーツ。あ、大したことないな。大したことないな。上着だけ打っときましょう。おう、リリアさんすごいね、もう。もうリリアさんに捨てられたら私生きていきたいね。あ、なんかまた分かれ道になってる。よいしょ。よいしょ。あれ？あ、ここね。
大して吹っ飛ばなかったね。もうちょっと足んないかな。あ、なんかある、サファイアの銀の首飾りがありましたね。さあ、じゃあね、よいしょ。あ、そうそう、ひょっとするとね、今毎日上げてるでしょ、スカイリムを。毎日上げなくするかもしんないです。ちょっとね、フォールアウトも、だいぶ昔から言った悪党プレイね、悪人プレイね、あれをね、考えちゃってるので、決してね、フォールアウトでねは、スカイリムが飽きたってわけじゃないんです。ちょっとあちらも消化しないといけないかなと思ったんで、まあ、交互ぐらいにしようかなと、まあ、考えてみたりしてますね。以上ね。あ、ノリ？ノリって見えたんだけど、皿か。皿でした。で、こっちね。で、あ、あなたね、ちょっと味方になんなさい。なんなさい？無理か。そうか、無理でしたか。じゃあこっちだね。さあ、やっぱ明るい方がいいね。あ、また勘抜きがあんのね。よいしょ、はい。おはしご、はしごだね。お、出れんだね、スケルトン。誰かなんだろうね。1ゴールドだけ持ってましたね。さあ上がりましょうか。あ、なんとか行けましたね。まあ思ったほど、まあ一回死にましたけどね。相変わらず魔法使いなのに魔法の耐性がないね、私はね。まあカジートだからね、仕方ないけどね。さあこれでトルフデルのおっちゃんに返して、でいい感じに行けたらいいよねと。よいしょ、どこだい、ここ。ああ、ここから出てくんのか。あ、なるほど、こんなとこから出てくんのね。さあ、え、ちょっと待って、落ちそうになったんだけど、どうすんの。え、はい、あ、こっちから降りれないよね。どうすんの。私はいいけど、リディアさんどうすんだい。これやだな、リディアさん来れるの。ちょっと1時間待ちましょう。来てる。あ、いるわ、よかった。さあじゃあね、大学に戻りましょう。ちょっとその前にあれだね、ホワイトランで、こ、あら、あらららら、ホワイトラン、あ、こっちだ、ここだね。ドラゴンズリーチ行きましょう。で、手にマグナスの杖ね、解除したら怒られるんで。まあ解除できないだろうけどね。本当怒られるだろうね、もしできちゃうとね。何しに行ったんだって言われるね。そんな感じですね。ああ、そういえばね、最近急に暖かくなりましたね。なかなかびっくりしましたけどね。ここ、ちょっと寒かったもんね。だもんで、もう鼻水は、まああれは花粉症も絡んでるんですけどね、もう大丈夫のような感じがしますね。花粉は相変わらずですけどね。よいしょ、はい。さあレベル28、30いってもリリアさん離れできないかな。いや、もうそうそう、軽装をね、軽装を上げていき、あ、でもね、軽装を上げていく前、本当はね、軽装を上げる前にね、なんだろう、家事とか上げとかないといけないんだよね。よいしょ。お、何これ、放浪者がまた一人。放浪者が、はい、ファレンガさん。友よ、はい、各種呪文を、はい、唱える才能を持つ人向けです。武器はね、ああ、これか、あんた金全然ないじゃない。別のもの売っちゃおっか。
アーケイのアミュレットはこれ売っちゃおっか。うん、イスラさんは売っちゃダメね。でこれとサファイアはかかってない。あ、アレンの売っちゃダメだね。あ、これ売っちゃおう。あ、これはいるね。あ、こんなもんかな。246、あ、ダメだね、もう下回っちゃった。あ、巻物ね、アイススパイク売ってもいいでしょう。別にいらないんで、ジェイサルゴの巻物、ちょっとこれはクエスト絡んでるんでね。あんなもんかな。うんうん、はい。才能があるならウィンターホールドにある魔術師大学に入るといいかな。薬売るの忘れてた。おお、いけた、これね。はい、でこれね、あとはダメだね。あ、また売っちゃおう。薬売っちゃおう。ちょっと見てくれ。あ、薬売れないんだこの人。いいか。そっか。精神こそがお前がまず何よりの武器だ。ほったらかしっちゃってるけどね。あ、じゃあね、この辺で終わっておきましょうか。スカイリム終わっておきます。どうもありがとうございました。